これ、お、あ、こういう感じで出てきました。というわけで、おはようございます。今日はね、ちょっと枚方の方にね、2番線に行こうかなと思うんですけど、初めてのこの境筋線ですね。県ですので、ちょっとね、2回ぐらい振り返って枚方のとある場所に行こうかなと思います。2番線に到着の電車は南森町に到着しました。ここからね、学研都市線に、乗っていくわけなんですけど、東西線、学研都市線、これですね。はい、ここからね、学研都市線、東西線ね、乗りまして、津田駅で降りる。470円。ちょっとね、迷ったんですけど、この京橋四条縄ってのこの区間快速の傷にね、行くやつに乗ればいいということです。
はい、というわけで津田駅に到着しました。出発までに結構時間があるのでブラブラします。15分と45分のこの2本が 1時間に通ってるみたいですね。結構なんか面白い店とあと結構ね面白い絵が、描いてありますね。これが枚方、津田高校美術部が描いたあのアートだということです。すごいな。ちっちゃいですね。いつもいてるんですか？ああ、なるほどね。そういうことです。ああ、いますよね、川に。ねえ、かわいいですね。説明ね。はい、バスを降りて上渡り馬橋というバス停を降りて、ここからこのね先にあるということで14分長いな。なんか岡山にもねありそうな雰囲気のねこの坂を登って、その先になんかあるっていうことでこの目的地に今歩いてるわけなんですけど、ヤギがいてますね。農家のデザート。今日ねご紹介するのがこのねハンバーガーのね自販機、わざわざ枚方にやってきて、ちょっと今日はねこちらを、注文してみようかなと思います。売り切れはないよな。チーズバーガーとお好み焼き風バーガー、ピザとかカレーチーズバーガーあります。どうしようかな。これお
こういう感じで入っております。じゃあもう一品ぐらい行っとこうか。お好み焼き風チーズバーガー、あ、お好み焼き風バーガーね。出てきました。こんな感じです。賞味期限書いてね。はい、で、このお越しには電子レンジがあります。ちょっとね、あの箱を開け、口を半分開けて温めますといい感じになりますと。2分、まあ3分ぐらい。すごいなんかいい匂いが。あ、いけました。ちょっとね、食べてる間にまたもう一つをねセットしておきます。中はね、あ、ちちちちち、お、こんな、あ、ちちち、こんな感じです。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うん、でお好み焼きね、かけます。うん、あ、お好みソース、なんかメンチカツサンドみたいなのがコンビニである。うまっ。はい、というわけでね、今日はこんな感じでお届けしました。まあ結構やっぱ距離ありますね。乗り継いだりしてたらね、2時間ぐらいかかってしまいました。でも結構ね、美味しかったですね。まあ種類たくさんあるんだ、あったけど、まあ人気すぎて全てを買うことはできなかったんですけど、結構ね、やっぱり面白いですね。ぜひ皆さん行ってみてください。ちょっとね、離れてるんで、バスでもね、ちょっとなかなか厳しいので、おそらくね、車で行った方がいいのかなとか、まあレンタカーで行けよとかいろいろ言われたりしたんですけど、まあ頑張って電車で乗り継いで今回は行きました。ぜひ皆さんも行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。